思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ゼータガンダム。ガルバルディベータ。ハイグレード UC のキットが出ないんじゃー。一体いつまで待たせるんじゃー。てっきり、劇場版の頃に出ると思ってたのに。どういうことなんじゃー。バユートとセットで出しやがったら、こんなもんいらねえって当初してやろうと思ってたのに。それと、もうガンダムユニコーンは見飽きたんじゃー。そんなわけで、今回はガルバルディベータを検証してみようぜ。キットレビューなんて100分の1でもやれるから別にいいよねー。ガルバルディベータとは、アニメ、機動戦士ゼータガンダムに登場する、地球連邦軍のモビルスーツである。間違っても、ジオン所属のモビルスーツじゃないんだよね。機体が赤系で塗装されているのは、当時のサンライズに赤の塗料が大量に余っていたんで、ガルバルディベータとかマラサイなどにむやみに塗りたくったせいなんだよね。あんまり赤を使いすぎたんで、百式が金色になっちゃったんだー。メカニックデザインは、長野守さん。一年戦争から7年程度では、モビルスーツのデザインもそう変わらないだろう。いくらなんでも最初から怪しいものを作るわけにもいかんですよ。てなわけで、スポンサーを安心させる意味を含めて、オーソドックスなデザインにまとめられてるんだぜ。エルガイムからの長野ファンからは新しいモビルスーツとして絶賛されたんだけど、旧来のファンからは、ジオンのモビルスーツはこんなに線が細くねえよ。とか、ジオンのモビルスーツは、こんなにカクカクしてないんじゃー。とか言われてたねー。一応連邦軍のモビルスーツなんだけどね。ゼータガンダムの制作スタッフは、旧シリーズには囚われないで新しいガンダムを作ろうぜ。って感じで最初はやってたらしいんだけど、やっぱり、周りのアレルギー反応は凄まじく、徐々にトーンダウンしていったらしいねー。アレルギー反応は、長野さんがバンダイに受けが良くなかったせいかもしれないんだけどね。そんでガルバルディベータなんだけど、機動戦士ガンダムが打ち切りになっちゃったんで、とうとう出番がなかったガルバルディアルファってモビルスーツがいるんだよね。そいつを連邦軍が、当時の最新技術で第2世代モビルスーツのレベルまで底上げしたモビルスーツがガルバルディベータだったりする。見た目はゲルググとギャンを合わせた感じ。さすがにナギナタは持っていなかったけどねー。武器は、ゲルググのものを改良したライフルにビームサーベル。専用シールドにはミサイルを2機装備してるんだー。特徴としては、装甲を薄くして機動性を高めているんで、どちらかといえば熟練者向きの機体だよね。悪く言えばピーキーな仕様で扱いづらい機体とも言えるねー。ライラミラライラ率いるガルバルディ隊の活躍が有名だー。ハイグレード UC でキット化されない理由がわかんないねー。ガズアルとか高機動型とか、コンパチでもいけると思うんだけどねー。キット化されない理由を、ちょっとクイズ形式でピックアップだー。1番、バンダイスタッフのガルバルディベータ派が絶滅したから。2番、ガンダムエイジでの失敗をユニコーンで取り戻してる最中だから。3番、長野メカへのアレルギーがあるから。4番、B クラブのガレージキットが人気なかったから。5番、人気がないんで、はぶられてるだけ。さてどれかなー。当時のキットは500円だったのだー。シンプルなキットなんで、かなり出来は良かったんだよね。関節の可動範囲が広くないんで、関節部を中心にディテールアップするのが当時の流行りだったよ。特徴的な肩の構造を廃して、ロール軸を追加したり、スプリングやメッシュパイプでデコったりしたものだよ。長野守さんのデザインは、ちゃんとノズルにカバーをつけたり、パッと見見えなくしてるのが特徴なんで、あえて旧来のノズルをむき出しにする表現も流行ったねー。コミックボンボンの混同版を参考にしたのは言うまでもないよねー。ねえ、本当に出ないの？